じゃあ仕事で行き詰まったらどういうふうにします？そうですね、やはりあの上司に会って話を、うん、聞いてもらったりとか、うん、あとはですね、やはりこう人に会う、テンション高いとかポジティブな方に会う、それであとは音楽聴くとかそういうことですね。音楽どんなの好きなんですか？音楽ですか、セリーヌ・ディオとか好きですね。いいですね、今部下とかいるんですか？部下はですね、代理店先なので同じようにこう扱っていってくださっている先だったり、あとは、オーナーさんたちなんですけどね、エステさんとか、ブティックさんとか多いんですけどね、そういった先の方と一緒にこう上がれるようにっていうところ、そういう人には叱って教えるか、褒めて。叱りません、やっぱり褒めるところは褒めるんですけど、でもやっぱりこう質問して相手にこう言ってもらうんですね。で自分で言うので自分で入るんですよ、そこ、気づいていただけるっていうところで。そうですね、教える方のが勉強になりますよね。そうですね、お笑いを教えてて、こんなことが僕はできてても相手にはできないのかって、そこで分かりますよね。はい、そうなんですよね。そっか、こんなとこちょっとの証拠のところが、分からないんやなとか思った時にすごい勉強になるよね。そうなんですよね、だから言っても多分入らないんですよね。そうね、じゃあ今まで見たテレビとか映画とかで感動したものとか。テレビとか映画、まあ本でもいいんですけど。本でも、本はやはりザ・シークレットっていう引き寄せの法則のような、そういった本なんですけどね、全部こう自分が思ったことが叶うというか、この思った通りの世の中だっていう、このマジックに火がつくってことが、幸せになれる秘訣だなって。まあ逆にそう思うということですよね。そうですね、そう思わないとね、はい、ポジティブに、はい、ポジティブに、やっぱりダメと思ったら本当ダメになってきますよね。そうですね、ダメと思ったこともそれも引き寄せてるってことなんですよね。そうだね、そうなんですよ、心の中があかんと思ったらあかんないようなことね。そうなんですよね、だからどんだけポジティブで上に上がるかっていうのも大事だっていうと、だって人生ね、たかが本当70年80年でしょ、でも頑張れるのは 2,30 年やもんね、元気で一番、だからその時代をやっぱ大事にしないとね。そうですよね、尊敬する人とか、尊敬する人、尊敬する人はもちろん、ご主人でも、主人ももちろん尊敬しますが、やっぱりこの会社 の、社長なんですけれども、55で全社をリストラに遭った社長なんですね。55、はい、若いですよね。そうですね、でその時も、一代理店として社長が年商240億とかやってらっしゃる社長だったんですけども、でその辞められた時に一緒の社員も一緒にやってらっしゃったが15人ぐらい辞めて起業したんですね、でその時に、この今度建てるとしたら、会社を建てるとしたら人材育成をということでこの会社を建てて、自分の経験を生かして本当に伝えてくださるので、そこは本当に感動しながら、その人は男の方？男性です。はい、男性がこの補正したり、の社長なんですよ。でも難しいですよね、だって女性の体をこう触るわけにもいかんし。もうやはり人材育成で人を育てるということをやってますので、考え方ですから、ワッコールの社長も男性ですしね、こればっかり商材として考えていただけると。そうですね、なんかやってましたね、プロジェクト X かなんかで、社員の女の人の体型を全部取って、ブラジャーしてもらってとか言ってましたね、そういえば。じゃこれからご自身の人生とかどういうふうにしたいですか？ご自身の人生ですか？はい、そうですね、もう何でももう夢の叶っていける人生にしたいんですけど、はい、まずは目の前のことからコツコツ、本当に皆さんご縁した方と一緒に幸せになってきたんですね、一番いいことですよね。はい、だって生きてる間に元気でね、元気で幸せになってほしいね。そうですよね、一緒にね、自分だけじゃつまんないですからね、病院でね、長生きしたってしゃあないもんね、元気で、毎日はつらつと、そうです、ゆっくり行きたいですよね。そうそう、ピンピン転がってね。そうですね、僕もそう思います。はい、まあ、60ですけど70ぐらいまだ元気で生きたい。もっともっと大丈夫ですよ。いや、まあ、いや、それが一番ありがたいですけど、はい、僕兄弟の中で一番長生きしてるんです。もう、母親53でしょ、で兄貴が42ですよね、姉36です。僕毎年新記録です。すごいですね、すごいでしょ、61新記録。なんでですか、それ。
なんでかな。ご病気だった。うん、あの癌かな。姉も母親も癌で、兄貴は急性アルコール中毒で、正月に酒飲みすぎて死んだと。だから僕そういうね、いい見本を見てるんですよ。反面教師にしてるから、ね、酒タバコをやらないし、はい、だから暴飲暴食もあんまりしないし、はい、母親は70キロぐらいあったんですよ。補正下着があればね、ね本当に70キロあった体重が癌になって死ぬ時は35キロですよね、うん、だからまあ、で両方女性やから、僕は男やから そっちの遺伝子は今のところもらってないなというふうに喜んでるんだけど、ね、まあね、うん、まあ、だからあの生きてる間皆さんにこう、ね、はい、お笑いとか笑ってたら大丈夫ですよ ね、 あのナチュラルキラーとか ね、 そうですよね、ナチュラルキラーが、はい、あのいっぱい出てんちゃうかなと思って、はい、ね、ね、だから笑わすことはいいことかなと、うん、そうです ね、 ね、じゃあこれからも笑って長生きしましょう、はい、はいはい、どうもありがとうございました、はい、今日は立花社長ですね、はい、はい、どうもありがとうございました。